ゃです。皆さんこんにちは。なんと12月14日ライブをすることになりました。で、私だけではなくもうアイドルメンバーとして、はい、グループとして、ライブすることになりましたので、今回メンバーを紹介したいと思います。せーの、グループネちゃんです。じゃあ、イタリア出身のリリコタエが緑担当です。よろしくお願いいたします。イエイ。オラ、メキシコの出身リリアです。よろしくお願いします。サカフェッチ、セントルシアとイギリスのハーフのアリスです。よろしくお願いします。イエイ。ピンク色担当、イギリスと日本のハーフ、ネムエラーヤです。お願いします。はい、黄色担当、アメリカ出身のハイちゃんことハイニーです。よろしくお願いします。イエーイ。ということで、みんな全然国は違うんですよね。そうですね、国籍グループですね。よく集まったね。今回のグループはですね、私が、私アリスなんですけど、私が集めたグループなんです。ちょっとだけ自分の話になるんですけど、私は、今まで7年間日本に、住んでいて、ちょっといろんなダンサーとして活動してて、あとアイドルとかもいろいろやってみたんですけど、私は、ちょうど来年の1月末に、国に帰ってしまうということで、二度とステージに立てないんじゃないかなと思ったので、最後のライブをやりたくて、ちょっと今回のメンバーに声をかけました。なので集めてあげたいチャンスです。ということで最初と最後のライブなので、12月14日も必ず来てください。来てください。まだ結構がないんだよ。ないんですもん。だから 見に来てね。人生アイドルっぽくなれないな、自分が。はい、もうちょっと頑張ります。じゃあ、普段はみんなは何がやってますか？はい、私は普段は、アホープロジェクト、アリスの A、ハイリの H、オレットの O の英称を取って、アホプロジェクトっていうグループで活動させていただいてます。そこでは一人で3役の三人のキャラクターをやって歌を歌ってます。次は、はい、はい、私ですね。1年半ぐらい地下アイドルをやらせてもらってまして、グループ2つやってました。その横でずっとやってたのがアニソンカラオケバーで働いてまして、そこで、コスプレをしたり、アニソンだったりとか、結構楽しいちょっとメイドカフェ、コンセプトカフェみたいな感じのお店で働いております。はい、で、私はさっきも言ったんですけど、日本に来てから結構、主にダンサーとして活動させていただいたんですけど、ガールズヒップホップとかヒップホップ のアーティストのバックダンサーだったり、 VV やったりとかしてて、でもやっぱり私可愛いのが好きなので、どうしてもなんか可愛いアイドルキャラ一度だけやりたかったんです、ので、自分のグループを組みました。で、それがリリアちゃんと一緒、で、一緒に活動してて、で、結局去年の12月ぐらいに、私だけがそのグループから出ちゃって、それからずっとメイドカフェでやってたんですけど、やっぱりもう一度アイドルやりたいなと思って、で、将来は特に何も、決まってません。イエイ。はい。普段は、東京リベンジャーズのオタクです。はい、そうだね。あのさ、アリスが、はい、さっき言ってたんですけど、1年半、うん、1年半か1年半ぐらいだね。うん、アイドル、地下アイドルやってましたが、やっぱりアリスがいなかったらアイドルは大変。はい、12月14日コインチロフト10にライブするなんですけど、今回の選曲なんですけど、結構かっこいい系の曲もありますし、かわいい曲もありますし、ちょっと元気な曲もありますし、ちょっとだけ何ですかね、大人っぽい、セックシーって言わないんですが、大人っぽくクールの曲もありますの で、ちなみに全部カバー曲になりますので、皆さん知ってる曲あるかもしれないので、みんなで盛り上げるんじゃないかなと思います。ウィー、イエーイ。結構大変だな。それでは以上、クレプネちゃんでした。